ニーベルングの指輪は、リヒャルト・ワーグナーの書いた格撃。ワーグナー35歳の1848年から61歳の1874年にかけて作曲された。ラストから発表され、4部作完結まで26年。上演に約15時間を要する長大な作品であるので、少なくとも4日間をかけ、新演出を普通1曲しか出せないため、 通して演奏することはあまりないが、ドイツのバイロイト祝祭劇場で毎年行われる音楽祭の際やヨーロッパの A クラスのオペラハウスでは目玉作品としてよく上演される。当初は北欧神話の英雄であるシグルズの物語をモチーフとしたジークフリートの詩として着想したが、次第に構想が膨らみ現在の形となった。4日間の内訳は、 以下の通り作曲にあまりにも時間がかかりすぎていたため、ワーグナーの支援者であったバイエルン王国の国王、ルートビヒ2世はできたものから上演するよう催促した。ワーグナーにしてみれば非常に不本意なことであったが、経済的な問題もあり、仕方なくラインの黄金とワルキューレの先行上演を了承した。ラインの黄金は1869年9月22日に、 ワルキューレは1870年6月26日に、いずれもミュンヘン宮廷歌劇場で、フランツ・ビュルナーの指揮によって初演された。1876年8月13日、第1回バイロイト音楽祭にて、ハンス・リヒター指揮。ルート・ビヒ2世、ドイツ皇帝ビルヘルム1世、ブラジル皇帝ペドロ2世、またフランツ・リスト、アントン・ブルックナー、 ピョートル・チャイコフスキーらの音楽家などの監修を集めて上演された。ジーク・フリートと神々の黄昏はこの時が初演となる。ミュンヘンでの舞台より見栄えが悪かったという論評もあり、舞台表や収始の面で俗に言う、こけた作品となってしまい、ワーグナー自身鬱になり、音楽祭自体もしばらく開かれなかった。ラインの黄金が1969年に、 若杉博士式、二機会メンバーにより、ワルキューレが1967年に、大阪で開催されたバイロイトワーグナーフェスティバルにて、トーマス・シッパーズ式 NHK 交響楽団、ジェス・トーマス、アニャ・シリアなどにより、ジーク・フリートが1983年に二機会メンバーにより、神々の黄昏は後日の朝日奈隆史式、新日本フィルハーモニー交響楽団などにより、行われた。 前日の神々の黄昏初演を含む1984年から1987年にかけて1年1作ペースで行われた朝日奈隆式、新日本フィルハーモニー交響楽団などによるオール日本人キャストによる演奏会形式での上演を初演とみなすか、1987年に来日公演を行ったヘッスロペスコボス式、ベルリンドイツオペラによる上演を初演とみなすか、 二通りの見方があるが、基本的には連続して演奏された校舎を日本初演扱いにすることが多い。その後も日本で指輪が上演されるときは、だいたい4年がかりで完結させることが多い。三部作、舞台祝祭劇、ニーベルングの指輪は、ジョヨル、ラインの黄金、第1日、ワルキューレ、第2日、ジークフリート、第3日、 神々の黄昏から成立している。本作品は並外れたスケールと領域の作品である。指揮者のペース配分にも依存するが、全体の演奏時間は約15時間ほどであり、4夜にわたって演奏される。最も短いラインの黄金でも約2時間半ほどで、最も長い神々の黄昏では最長4時間半ほど続く。さらに第一、第1。 第2ヴァイオリン拡1 6ビオラ、チェロ拡1になど108名による大歓迎楽団の編成によって演奏される。物語のスケールと領域は女子誌である。全世界の支配を可能とする魔法の指輪をめぐる、神、英雄、神話上のいくつかの生物の戦いの物語で、神々の黄昏、天空の城バルハラの炎上、地上のラインの洪水まで、ドラマと陰謀は、 ボータンの支配する天井の神々の世界で、地上の人間界の世界で、地下のニーベルング族の住むニーベルハイムで、三世代にわたって続き、最後に、神々の世界の灰から、真の愛が蘇る。本作品の音楽は、重厚で雄大な感触があり、サイクルが進むにつれて複雑になっていく。全四部を通じて共通であり、完全な四巻編成である。フルート3。 ピッコロ、オーボエさん、イングリッシュホルン、クラリネットさん、バスクラリネット、ファゴットさん、ホルン8、トランペットさん、バストランペット、トロンボーンさん、コントラバストロンボーン、コントラバスチューバ、ティンパニ二人、打楽器奏者三人、ハープ六、言語部、総計108名。さらにカナトコ12などのバンダなどが加わる。以下の場面の音楽は、演奏効果が、 高く、しばしばコンサートでも取り上げられる。インは、還元楽だけでなく、通常歌手の独唱を伴う。ただし場合によっては、管楽器などにパートを置き換えて、還元楽のみで演奏することもある。また、ワルキューレ第一幕は、三人の歌手で上演可能なこともあり、演奏会形式でよく取り上げられる。変句で、フリーヘルによる還元楽用の編曲版。 オーケストラルアドベンチャーがあり、次の14曲を60分程度に抜粋、編曲している。前奏曲ラインの黄金イーベルハイム・バルハラ上映の、神々の入場、ワルキューレの気候魔の炎の音楽盛りの、やき英雄シークフリート・ブリュンヒルでの目覚め、ジークフリートとブリュンヒルでジークフリートラインへの旅、ジークフリートの詩、ジークフリートの早々更新曲、 ブリュンヒルデの自己犠牲ワールドが2009年に NHK 交響楽団を指揮した際にはラインの黄金の4曲をカットブリュンヒルデの自己犠牲にソプラノソロを加える指揮者自身によるアレンジを行っている。ありがとうございます。